厚木神社は神奈川県厚木市にある神社。旧称は五図天皇社と称し、厚木村の鎮守であった。1873年に熊野神社と船北神社を合祀して、厚木神社と名称を改めた。かつて祭礼は旧暦の6月6日から7日間にわたって行われていたが、後に7月第3度日曜日に行われている。 新編相模国府土機構によれば旧将は後図天皇社と称し厚木村の鎮守であった。1902年2月の豪社厚木神社御遺書調査書では創建は天縁年間で当時の大城大臣であった藤原これ政が創建したと言われているが、これ政は972年11月1日に死去しているため、実際の創建時期はそれより前と推定される。 創建の地はさらに西方の場所で、現在の栄町2丁目の国道246号沿いに、環状されたといい、1969年に、石祠が再建されている。その地は、水害が多い場所であったことから、衝徳年間に、現在の地に移転したと伝わる。1618年再建の胸札が所蔵されている。鎌倉時代には、那須与市が、 難病の治癒を願って参拝したと伝えられる。身体は石で、別当時はサトシオ恩寺であった。1716年の霊祭を行った時に、相模川で身体を清めている時に誤って身体を流出した。失われた身体は、翌年無国によって発見され、戻された。1728年、この地は下谷国カラス山藩の所領となって、神社の脇に、 厚木陣屋が設けられた。そのことから、政治を呼び、経済の中心地として栄え、小田急小田原線の開通までは、厚木といえばこの地を指すほどで、大仙参りの高場や相模川を用いた周運の中継地として、賑わいを見せた。天皇様と呼ばれて、郷土安泰や氏子子子の神として信仰されていたが、明治維新に伴う、神仏分離によって、 1873年に熊野神社と船北神社を合祀して厚木神社と名称を改めた。ただし昭和期に入っても旧城の天皇社が併用されていた。厚木神社は関東大震災による激震と火災の被害を受けて全焼した。神社の周囲にあって地域の中心として繁栄していた千戸余りの建物も全半壊してほぼ全滅状態となった。 2016年9月、渦漏れていた震災以降を正面入り口に再建した。高さ約1.6メートルの折れた柱に大震災倒壊記念と刻まれていたが、いつ、どのような経緯で設置されたかは不明とされる。2012年、偶然に発見されたものを掘り出して関係者が協議の上で改めて再建したものである。二千十四年四月二十日の夜に放火され、 カグラと近隣の民家2軒が全焼した。祭人は、軒足、スタノーの命、イタケル命、キーナダ姫命、よ、母初ご都会男命、イザナミの命、早玉男命、大名坊地命である。この神社の宇治子は、旧厚木町築前域の住民である。1936年頃には、以下の祭儀が行われていたことが記録に残されている。 神社境内の裏手にあたる相模川のほとりに、カラス山藩厚木役所跡を示す石碑が現存する。ありがとうございます。